どうも、エルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきましょう。じゃあですね、クエスト的にノビグラドをね、ちょっと一回出るような感じになってきたんで、ここら辺はもうね、ダウンロードクエストなんでね、シリを追ってってとこなんだけど、スケリッジに行きの船に乗って、っていうので、多分シリを追ってが進行するんで、こちらをね、やっていこうかなと思います。まあ、いつでも戻ってこれるだろうと。さあ、船に乗せてくれ。この船の船長は目の前の女よ。お、女性船長、珍しいね。女だてらに船長ってわけ、驚くのも無理ないわ。すごい見透かされた感じだね。スケリッジに乗せてくれ。スケリッジまで行きたい。この船じゃ無理。金は払う。島の連中が船を襲ってる。危険を犯したくないの。なるほどね。行ったことはあるのか。行ったことはあるのか。いい、島の奴らはどんな船も襲うの。奴らの嫌いな相手ニルフガードが襲われることが多いけど、結局見境なしよ。海賊が出るのか。私の船も一度襲われてめちゃめちゃ好き勝手にされちゃったのよ。もう死ぬまでスケリッチはゴリゴリだわ。そうか。それではな。そうか。あんたのことは一目で大体分かった。だいぶ苦労はしてた感じなんだね。となると、ちょっと近いしこっち行ってみようか。まあ船、そうだね、スケリッジ行くのにだいぶまあリスクがあるみたいだね。まあ、リスクの方が大きいと言った方がいい感じか。さあこっちだね。こっち切るぞてめえら。船長？ちょっとこのひげ生やしてる感じかな。この船の船長は。それがどうした。スケリッジまで行きたい。スケリッジに行きたい、用がある。泳いで行きな。島の連中も黒の軍団もみんなあの辺りの船を襲ってんだ。今じゃ誰もあそこには行こうとしない。頼む。奴らとは取引できるし、そうすれば襲われない。そうしてる船もあるはずだ。そうは思えんな。ただアトロポスって船のウォルバーストーンなら分からんぞ。嘘つきの盗っ人だ。海賊と取引してても不思議はない。なるほど。そいつはどこにいる。自分のブッダ小屋さ。そうでなきゃゴールデンスタージョンだな。フラスコがいないか聞いてみな。一つなんか連れて行ってくれそうな人がいるみたいだね。そう言いながら相手もしれっと取っていく。地図上で言うと、ああここだね。ああじゃあ今は証拠集めというか聞きつけて、探すって感じだね。そうそう、まあそんな遠くはないはずなんだけど、そこかな。だいぶ血気盛んやね。ウォルバーストーンか。アトロポスの船長の。それがどうしたい。ウォルバーストーンの船長のアトロポスだったらどうする。スケリッジまで行きたい。アトロポスでハードスケリッジへ行く予定だ。穀物を運ぶのさ、内緒だぞ。金を持ってくる。まあ金ならあるけどね。ほら、これで足りるか。うん、牛の金玉みてえにずっしりだ。いつ出発する。すぐは無理だろう。立つのがやっとじゃないか。ウォルバーストーン様は白船は船に乗らん。船が揺れれば俺も
とは無縁さ。さ、出航するか。そうだね、早速行こうも。行くぞ。まずは乾杯だ。追い風に、幸運に、そして我がアトロポスの頑丈さに。怒りをあげるぞ。いやー、でもチップ1000ってやべえな。それだけ特攻が貴重だったっていうことかな、時代的にね。さあ、何事もなく進めばいいが。いきなりか。海賊か。スケリッチ、アードスケリック。とりあえず着いたことは着いたという感じか。逆によう来たな。寄るな、殺すぞ。死ぬのは怖くねえ。ほう。ああ、いつもした。いや、アンクライアントの一度。ここはアードスケリックか。なんでわかる。アンクライト一族のものを身につけている。それが理由だ。アトロポスに乗ってきたのか。ああ、お前たちと取引していたはずだ。お前たち？ルゴスとは何か話をつけてたかもしれんが、クラフはそんな話には乗らねえよ。この辺りじゃよそ者の船は歓迎されないぞ。それでスケリッチに何のようだ。女魔術師と約束がある。ベンガーバーグのイェネファーだ。アードスケリックにいるはずだ。ケイヤトロールドに魔女が住んだ。クラフが呼んだんだ。そいつのことかもな。ほう、彼女を嫌ってるのか。棘のある言い方だな。耳がいいな。みんなあの魔女がクラフを丸め込んでるって話してる。みんなをこき使ってやがるんだ。嫌がらせしてるって噂だ。まあ魔女だしな。なるほどね。いいように使われて腹立ててるという感じかな。そのクラフの客はどんな見た目だ。会ったことがあるのか。どんな見た目だ。ああ、白と黒の服を着てる。胸がなきゃぶち上げられたシャチと見分けがつかないぜ。どんだけ女に飢えてたって、あいつだけは海に放り出してやりたいってやつは多いだろうよ。殴られたいよな。まあ女魔術師はそういう格好しがちだ。別に悪人ではない。よく知らないだけだ。そう言うならそれでいいさ。
道は知ってるのか？見つかればいいんだが。北だ。それから橋の手前で西の入り江に向かえ。今日は族長が港にいるはずだ。お前が探してる女魔術師もそこだろう。おお、たまには親切にするもんやね。ありがとう。さあ、いろいろ落ちてるからね、ちょっと回収だけしていこう。まあね、予想通り海賊が来たわけだけど、まあそうだよねって感じだよね。結構大きめの船だったし、狙うっちゃ狙うよね。何か乗ってるっていうのが分かりやすいからね。いや、逆に水の中に沈まなくてよかったねっていう感じだけど。さあ、達人、結構いいのがちょこちょこ手に入るな。スノボケ、新しいのちょっと取れるだけ取っとかないとね。クロウモドキ、こっちも多分クロウモドキかな。あとは、いや、ローチお前元気だな、意外とね。しかも力の場が今あったな。あー、ワイパン、あれはちょっと取りたいな。からのね、メダルが落とうと間違いない。力のバーだけはね、ちょっとね、押さえておきたい。しかもあの船多分やっぱアイテムがそれなりいいのが入ってるね。精霊か。アクシじゃなくて、精神のこっちの方や。逆によう今当たったな。いや、ちょっと高めが欲しいとこか。そっちのが良さげな気がするな。そしたらイグニの方がまだ落ちてくる確率は高いかな。よしよし、次は意外と、そうなると、ロックオンが意外としづらいっていうね。うい、当たんねえ。うい、そこ超えたいのよ。角度の問題だと思うんだけどな。
さあ、終わり。あれ、意外と何も落とさない感じか。セイレーンのネグラ破壊してみましょう。そうだね、破壊しておこう。入れておいて、これ爆弾がないとね、爆発できないんでね。はい、経験値ゲッチュ。んで、持って。エキドナ、マジで？まさか巣を壊したら出てくるとで、巣を壊すとアイテムが手に入るんで、結構ね、倒すの大事。鍵がかかってて入れない。こっちから降りると多分そのままやられそうな気がする。さあさあ、取れるもの取っていこう。ちょっとね、寄り道気味やけどね。いやー、ワイバンかなと思ったら、まさかセイレンか。まあでも船の近くって言われれば、確かにセイレンがね、いてもおかしくはない。そうそうそう、これこれこれ、怪物の髪。エキドナ、多分エキドナは結構レアなんじゃないかな。まあ多分これで巣は OK なはず。OK かな。さっき破壊はしたからね。あっちも気になるな。俺さ、こういうのさ、気になるともう探してしまうよね。意外とこういうところに、こうやってね、お宝あるんだよね。おお、景色もやっぱ綺麗だね。だからこれ数年前のゲームってやっぱ思えないよね。じゃあ、ローチに乗っていきますか。ちょっとね、ここで暴れすぎてると夜になって、怪物も出てくるんでね。よし、これで OK だろう。さあ、ローチ行こう。あとは多分道なりだろうな、この感じは。ゆっくり、よーし。なんかあった気がするが、まあいいか。まあ、力の場でスキルも解放したし、十字か。ロージ、走れ。そうなんだな。そりゃ多いって言われるわ。狼か。よーし。いや、ここら辺の民族はそもそも見た目通り腕が立つのかどうか。ほら、いけ。ほう、略奪に行くさ。略奪、盗む気満々やねんか、最初から。さあ、左側は多分狼だね。あ、道案内してくれてるのか、この人で。その調子だ、ローチ。マーカーがある。よーし、港に行く。さあ、お別れをしな。この辺りかな。じゃあ今度は誰が王様になるの。ノストクリス。ここら辺にあるね。よしよしよし。これで OK。
ケー。いやー、マップが全然違うからね。あ、結構奥だね。あ、何かしてるって感じか。さあ、間違えて盗んでしまいましたね。アクシーに、いや、多分ね、そもそも勝てんね。いやー、多分これはしくった感あるな。いやー、レベル投稿じゃないもんな。いや、懲りましたから、懲りましたから、近寄ってこないでください。いやー、どうしよう、どうしようかな。いや、すまん。すまぬって。やっぱきついね、こうなってくると。いや、欲しいんだけど今それどころではない。いやー、すごいねー、レベル30。にゃーぶりか、にゃーぶりか。粘ったけどな、一人待てだったな。さあ、所持金を全部失った。いや、普通にやっちまった感があるな。1000、半分持ってかれるのか、ドラクエ方式じゃねえか。あ、しかも倒したかなというやつのものは手に入らずっていう感じだね。そうか、お金を失っただけと。まあいいや、そんなに買ったりしないしな。さあ、奥まで行って、いやー、マジか。まあ、こういうこともあるよね。
君が行く必要はない。ええ、でも決めたことよ。してる、あんな小娘が。長くベッドを共にしたんだから、ビルナが乗る。静かに、彼女が決めたことだ。綺麗だ。ありがとう。また会えて嬉しいわ。ああ、ジョージね。テルショック一族の王、ブランは最後の航海に旅立った。旅路の先には、誇り高き我らの祖先が待っている。彼らは共に狩り、戦うだろう。彼らは共に火を囲み、遥か昔からの功績を称え合うだろう。彼は今、我々の心の中にのみ生きている。いつか、我々も彼のそばに立ち、共に海を駆ける。その素晴らしき火を待とう。ブランを知っているのか。こっちはね、ブランを知っているのか。ええ、とても尊敬されていたわ。妻とは違って。スケリッチは部族の集合体だ。戦争の時は全ての部族が王のもとに団結するしきたりだ。我々はブランに別れを告げた。後継者を選ぶ時だ。黒の軍団との戦いで我々を導く王、ヘイヤトロールドの門はテルショック一族の王、ブランを愛した全ての者に開かれている。酒と肉は有り余るほど用意した。通夜の宴席が終わるまでに我こそは王冠にふさわしいという者は名乗り出ろ。そうね、一緒に通夜に行くか。一緒に通夜に行くか。喜んで。スケリッチの宴はいつも同じよ。よだれを垂らす酔っ払い、厚かましい自慢、そしていつも喧嘩になって。ああ、魔術師が列席する宴とは違うな。サネッドでのことを覚えているか。忘れられると思う？あなたもいたわよね。宴の後に起きたことも嫌になるほど覚えているわ。心読んでいる。心読まれるのは嫌いだ。心言われない嫌い。隠したいことでも。秘密は嫌いか。いいえ。ベレンで何かを知ったのね。ベレンといえば。ベレンを見たが、ひどい年だな。シリは怪我をし、男色を自称する漁師の城に行ったらしい。怪我？ひどいの？男色が活かせるぐらいだ。もう回復してるだろう。彼女は君を探してたと思う。少し前に、彼女は三人の魔女の手に落ちたんだ。運よく逃げ出せたようだが。
魔女。化け物と言った方が近いな。正体はわからない。ただひどく危険な奴らだ。ベレンではもう一人懐かしい友に会ったぞ。キーラだ。キーラメッツがあんな荒野で何をしてるの？ウィッチハンターから隠れてる。エルフの魔術師がシリを探しに来たらしい。わかった。また時間のある時に詳しく話して。さあ、ノビグラドのことも話して。ノビグラドに行ってきた。シリはそこにいたようだ。呪いを解こうとしていたらしいが、もういなかった。確かなの？ダンディリオンから聞いた。誇張はしていない。その呪いのこと詳しくわからないの？わからない。厄介ごとに巻き込まれ、目的を果たせなかったようだ。俺が見つけたジグに魔法をかける方法を探していた。後で調べてみるわ。まあ、振り返りという感じだね。じゃあ、そっちこそ何かわかったか。君はどうなんだ？何かわかったか？前にヤードスケリックで奇妙な事件があったの。とてつもない魔力の攻撃を受けてものすごい被害が出たのよ。本当に桁外れだった。完全に異常よ。あんなの見たことなかった。私の勘では原因はシリだと思う。君の勘には一目置いてるが、もっと確実な証拠が必要だ。現場を調べれば確信が持てたはずなんだけど、残念ながらエルミオンと部下のドルイドたちが誰も近寄らせなかった。エルミオンか。エルミオンがこのドルイドに幼なのか。エルミオンがスケリッチのドルイドを束ねてるのか。最後に会ったのは、まだシリが小さかった頃ね。頼みを聞いてくれるとは思えないわ。いくら昔馴染みでもね。なるほどね。なぜ現場を調べさせてもらえない？エルミオンはなぜ調べさせてくれないんだ？見解の相違とでも言おうかしら。大きく深い溝がある。見て、クラフよ。白狼。久しいな、クラフ。ツヤで会えるだろうな。どんな言い訳も聞かない。必ず来い。お前と話したいことがあるんだ。古い友人か。ツヤには白と黒の服で行かなくちゃ。あなたもふさわしい服に着替えてきて。獲物の血が染みついたような服じゃダメ。知ってるだろう。新品のダブレットは苦手なんだ。君が先に来て伸ばしてくれないと。言い訳は聞かない。遊びに来たわけじゃないはずよ。私たちの問題を解決するにはきちんとした格好をする必要があるの。宿屋に部屋を借りてあるわ。服もいろいろと置いておいた。早く行って着るものを選んで、私はその間に済ませる用があるから。宴会場の入り口で待ち合わせましょう。うまくかわされたね。まあまあ、そこがいいんだろうけどね。いやー、お金がね、半分取られていったからな。取られていったからな。いやー、ちょっとでも回収しときたいね。多分基本的に人がいない時だったらどうにかなる気がする。ちょっと先に上向いとこう。おー、上に行くと。問題は起こすな。はい、ただでは置かなかったです。さあ、宿屋行きますか。私たちは母なるフラヤ様のしもべです。ブラストの風船だけど。罰連打しすぎたのがあかんかったな。船子。まあ、新しい島来たらね、基本はね、アイテム集めからだよね。そう、こっち来て、こう行って、奥に行くと。放浪者。そもそも衣装が、倉庫か。まず
っちだよ、明らかにこっちだよね。そや待ってくれよ、いっちゃ。うん、仕事が欲しくないか。その前に衣装着ないとね。下手な真似はするなよ。いや、普通に喧嘩してるね。まだか。イエネファーに会う。だよね、ここだよね。うん。どこを歩いてんだ。ここはどう？俺に言おうか。どこを歩いてんだ。でも鍵があって入れない。宿屋に入れないね。こっちからか。おお、宴の準備が。うまそうやね。あ、もうすでに潰れてるやつがいるわ。間違いなくイエネファーの部屋だな。昔から広い部屋が好きだった。それに豪華な家具もな。ティサイアドブリーズの毒入りの泉か。今読んでも発見があるのだろうか。家、部屋っていうレベルの広さじゃないよね。はいはいはい、衣装だね。本は読むだけ読んどいて、アイテムを取るだけ取っといて、でそっから一気に話進めますか。倉庫、あ、久しぶり倉庫使うな。さあね、ここら辺とか倉庫懐かしいね。初期の頃のだね。特には大丈夫か。ワイルドハーンと、ああ、そういうことね。こんだけ広いから、さっきのところが入れないと。どうやってこんな量の服を持ち込んだんだ。ガレオン戦でも借り切ったのか。白と黒の服、いつも通りだ。さあ、このユニコーンの剥製、修理したんだな。懐かしいな、一番最初だね。リラとスグリの香りだ。蓋を取らなくても分かる。好みは変わってないようだ。イエネファーの日誌、このとこジンを捕まえて頭がいっぱいと。ジン、魔法なんか探してんのか。まあ、そうだね。あれについては、ユニコーンについては何も言わない。メガスコープ、いつも持ち歩いているのか。フィリパ・エイルハートが言っていたな。メガスコープは歯ブラシと同じくらい極めて個人的な道具らしい。はあ。じゃ、衣装を着替えますか。とりあえず着替えないと話進まないんでね。ああ、黒と白だろうな。ほう。あ、結構いい気はするけど、ああなるほど、色味が変わるからどの衣装で来るかでちょっと評価変わんのかな。まあでもかっこいいけどね、この見た目。俺の好みではないな。だがまあ、あいつの頼みなら。はあ、やっぱり俺はイエネファーの何なんだ。そこは考えちゃダメ。さあ、この状態で行きますか。城の入り口。まあね、イエネファーの何なんだと言われたら何とも言えない。
何とも回答ができないけど。まあ大体こんなところで行ってたらそもそも衣装汚れるだろうけどね。いやーでも全然違うね。スキリッチ来てから全く雰囲気が変わるね。失礼。そやろ。さあまあここら辺も特にはって感じか。ちょっと待った。ああ下か。なんかいいアイテムありそうな気がしたけど薬草屋かあれは。取るぜ。いやローチで来た方が早かったかもね。いやーでももうもうなか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 やね。山掘ってっていうのはなんかすごい新鮮な気がするけど。ブラウォーは偉大だったわ。ふさわしい後継者が必要ね。心当たりがあるような口ぶりね。スケリッチが抱える問題の多くは統治者が接収制ではないから起こっている。成り上がり者でも王になれてしまう。初頭の王はもっと象徴的な地位でしょう。それも変えなければ真の権力を行使する強い指導者が必要とされているのよ。さあそうだね、先に名乗ろう。ゲラルト、ウィッチャーだ。ビルナよ、スケリッチの女王です。お会いできて嬉しいけれど失礼するわ、役目があるから。自分の好みで選んだりね。私と一緒に並んだらレースのフリルがついた剣みたいに見えるわよ。センスは人それぞれだ。さあこういう場は嫌いだ。葬儀は苦手だ。宴会もな。知ってるわ。あと生焼けの肉と瞬間移動も嫌いでしょ。だけど時には苦手なものを克服して乗り越えないと。クラフを探そう。みんなが酔っ払う前に混ざった方がいい。すぐにまともに話せなくなるぞ。いい考えね。クラフの頼みが何か知らないけれどシラフのまま行った方がいいわ。酒は飲まない。頭が鈍ったら君の美しさを楽しめないだろう。一晩中お世辞を言い続けるつもり？いや、思ったことを口にしているだけだ。さあ行くか。王政よ永遠なれ。クエスト進みましたね。犯人羊のミルクチー。こっちの荷車には黒の軍団から奪った戦利品がいっぱいだ。ゲラルト、前から聞きたかったことがある。ん？そのヒゲだけどどうして生やそうと思ったの？特に意味はない。うん、すごく似合ってるわ。生えてる方がいいのか。意外だったな、それはそれで。これはイエネファー様、お連れ様も。こんにちは、アンバルド。この人はリビアのゲラルトよ。王様かねがね。こちらこそ。こちらこそ、そうそうたる顔ぶれだな。王に別れを告げに来た人々です。皆王の後継者候補を待っているのです。クラファン・クライトと話がしたい。族長はすぐにいらっしゃいます。お二人はご息女のセリス様の隣という名誉ある席になります。こちらへどうぞ。この席みたいね。私が頼んだの、有名なウィッチャーのゲラルトさんに会いたくて。前にもあったが覚えてないか。もうずっと前よ。最後にあなたが父のところに来た時はヤルマールで私は子供だったもの。まずは仲間たちを紹介させて。こちらはハルビオル、オルガーブラックハンドの息子。ブルーボーイルゴスはマットマンルゴスの長男。あとそれからそこにいるのがオトリグアンヒンダー。
みんな族長、そうだね、確かに。族長の息子たちの席に招待されたようだな。セリス・アン・クライトは族長の娘よ、ギャラルト。族長の娘は息子と同じ扱いなの。この全員がブランの後継者になりたがっているの。彼らを見てよ、それっぽいでしょ。セリスは羨ましいんだろう。この中で一番の手柄を立てた者が王冠を手に入れるんだからな。手柄なんておまけよ。ブランの後継者は父親たちが決める。あの人たちはクラフにどんな話をしたかしらね。手柄も何も、お前は力不足さ。ヤルマールが俺たちみんなを集めて山まで競争したのを覚えてるか。お前は数にも入らなかった。ヤルマールが勝ってその印として頂上の切り株に斧を突き立てた時、お前は火の横で縮こまってた。ちゃんと訳があって参加しなかっただけ。やれば勝ってたわ、あの時も今も。言われて気づいたが、ヤルマールはいないのか。兄は我が道を歩んでるわ。ところで競争の話だけど、またやってみない？あんたたちに挑戦するわ、ウィッチャーも含めてね。私が彼に勝てたらすごいと思わない？どう？やる？ウィッチャーがやるならな。どうする？マジか。まあじゃあ競争しようか。喜んで。どんなルールだ？丘の頂上の切り株に刺さってるヤルマールの斧を最初に抜いた人が勝ち。ただし道を外れないこと。退屈で吐きそうになってたとこだ。やろうぜ。どういうこっちゃ？待て待て待て、俺道知らんぞ。逆に言えば道知らんのに勝ったらっていうところだね。ケンヤトロールの山、ここからあの山の頂上まで競争するんだ。ケンヤってことはモルヘン近いんじゃない？頂上にはカシの切り株があってヤルマールの斧が刺さってる。最初にその斧を切り株から抜いたやつが勝ちだ。いいわ。角笛の合図でスタートだ。4 3 2 1、スタート。いや、そもそもさ、道わからんよ。あ、道それたらダメか、こっちか。こっちか。そう。いやー、これをリアルでやれって言われたら、かなりすごいよね。屈強な人たちの遊びだよね。あれ、まだ来ない。最後の追いかけがすごいのかもしれない。おお、ほい。あー、ダッシュジャンプで乗ると結構負担かかるみたいだね。さあ走れ走れ。ほい、調べる。俺の勝ちだ。だが惜しかったな。慰めはやめて。勝ちは勝ち、負けは負け。私の負けだわ。通夜の席に戻りましょう。そうだな。まあわざと負けてもね。縁も竹縄だな。見えなかったぞ、誰が勝った？負けた。相手はウィッチャーだろ、スパローハーク。誰でも勝つのは難しいさ。おしゃべりは十分だ、飲もう。よし、飲もう。やめておけ、やめておけ。今日はダメだ、飲めない理由がある。今日飲まずに、いつ飲むんだ。楽しかったわ。残念だけど、もう行かなくちゃ。どうしてだ？話があるのよ。でもここではダメ。
あの扉の先で教えてあげる。まあ、なんとか。嘘だ。どこで聞いたんだ。恥を知らないのか。恥？どうして？女王なら王と共に死ねの旅に出るはず。しきたりはそうなってる。動物の腹渡で何が悪い。神は手厳しい。さあ、二人で話すっていうのも一つだが。とね、話は詰めないとね、いろいろとね。おい、ルゴス。紹介するわ。リビアのゲラルト、ウィッチャーよ。こちらは族長のドナール・アンヒンダーとマッドマン・ルゴス。マッドマン？イカれた男なんて失礼だぞ。彼みたいなケダモの野郎に向かって。もう一度言ってみろ。てめえの首を切り落として矛の先に刺して首の穴にしょんべんしてやるよ。言ったな。決着をつけようか。今ここでこの俺に勝負を挑むってか。こりゃ驚いた。自分の手を切る前にそんなものしまっときな。腰抜け野郎め。落ち着け。外でやれ。落ち着け。スケリッジじゃ宴席では停戦するんじゃないのか。神聖なしきたりは知ってるさ。けどな、ルゴスが俺のヒンダースファルを襲うのを見過ごせねえんだよ。お前なんか誰も怖くないぞ、ドナール。待ってる。すぐにお前の国の女司祭とやって、お前の酒を飲んで、お前の机で飯を食ってやる。ろうそくはつけといてくれよ。あなたたちの喧嘩を見れば皇帝も喜ぶでしょうね。皇帝陛下でも何でも、来るなら来てみやがれ。その通りだ。黒の軍団なんか怖くもねえ。海辺の町から略奪するのは帝国との全面戦争とは別の話というわけね。おしゃべりな女だな。魔女らしく大釜を煮るか、おできを潰してりゃいいんだ。わからねえことに口を挟むんじゃねえよ。そうだね。いいから落ち着け。落ち着け、ルゴス。女に戦い方を指図される言われはねえ。そんなつもりはないわ。ゲラルト、行きましょう。この話はもう終わりよ。まあ、言い争ったところでっていうところだね。ああいう時は流すのが一番。さてどうする。エルミオンの研究室に行きましょう。招待されていたとはな。されてないわ。そうかな。じゃあ行くか。エルミオンが不在でもいいのか。そうよ。それで何をしに行くんだ。あるものを探しに行くの。ウロボロスの仮面よ。この先必要になるわ。来て、ゲラッ。仮面か。ではその仮面を何に使うのか説明してくれ。もちろん。フォロワーよ。それがいつかはそっちが決めると。そういうこと。まあ何か企んでるっていう感じだけど、まあ何かあるんだろうね。まあまあこっちはこっちでちょっとアイテムをね、ちょっといただいて。やっぱなんかいろいろあるね。で門も読んで、めっちゃ手に入るな。何？さあ、アルコールはね、意外と錬金術で使うんで助かるね。こんだけあると。足音が。し、衛兵だ。タペストリーに隠れて。スズメはチュン、ムクドリはピーだ。コクマルガラスは？ガラスはカーだ。ゴシキヒワはツーリ、ツルはケーン、クジャクはギャー、タカはピーヒョロロ、ハトはポッポー。これで全部だ。じゃあナイチンゲールは？そうそう、ナイチンゲールはチチチだ。
危なかったな。さあ何がとは言わぬかね。さあ左が目的地。取れるもの取っておいて。さあだいぶこれを開けるのは大変だぞ。厳重だね。驚きっぱなしね。あのカラスが見える？いやでも目に入る。エルミオンに使うのよ。彼の研究室が近い証拠だわ。魔法のオーラもはっきりと感じる。こっち窓の外に足場がある。そこを伝っていくの。ほう。何？何？アイテムは特にないって言えるか。ここでそうだね、結構キリがいいんで一旦ここまでにしましょうか。いやだいぶ展開があったけど、スケリッジ来て結構話がトントンって進んでいく感じだね。ということでここまでご視聴ありがとうございました。次回はこの続きからですねやっていきたいと思います。ということで、よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。